札幌では昨日から今朝にかけ局地的に強い雪が降り、24時間に50センチ以上の雪が降った清田区では住民が除雪に追われていました。こちらの住宅は雪で車が埋まってしまってますね。雪雲が集中した影響で昨日大雪となった札幌市内、清田区では昨日朝から今朝にかけて一気に51センチの雪が降り、道路が狭くなった住宅街では住民が朝から除雪に追われています。昨日は3、4回雪かきしたんだけど、なんか その成果がないような感じに積もってました。朝起きたら、また今朝起きたらもうこんなになっちゃってるから、がっかりしました。今朝6時頃からずっとやってるんですけどね、なかなかはかどらないですね。あとどれぐらいかかりそうです、今日のこの雪かき。今日これまだ1時間から2時間かかるんじゃない。今日の道内は日本海側を中心に雪が降る予想です。札幌市内はちらつく程度ですが、石狩北部から空知では今夜までに最大15センチの雪が見込まれています。